チャルーン・ラッタナクル・セリルン・グリット10月27日から1983年7月19日は、タイの軍人、政治家である。プレーク・ピブーンソン・クラーム政権下で、商務大臣、運輸大臣などを務めた。プラナコーン県、プラナコーン区出身。父はチット・ラッタナクン・タイ、母は、チュエン・ラッタナクン。タイであった絶対君主制の時代、官位、ルワン及び金釈名。 セリルーングリッドオエル。1932年の立憲革命後、人民党に加入。同年、第一信号大隊大隊長。その後、大佐になり、1936年2月1日、大国有鉄道長官となる。日中戦争開戦後、大米の輸出を担っていた華境が日本への輸出を拒んだため、1938年12月5日、 パオピアンラーとボリパンユッタキット経済省の指示で、シャムライスカンパニーが創設されると、同役員に就任。1939年9月6日、経済副大臣として第一次、ピブーン内閣に本格的に参加、第9回タイ内閣閣議に参加。1940年9月、ピブーン内閣のイラオス工作のため、自身の腹心で、 ルアンパバーン王朝の千代引くサワイサワイサニャコーン、少佐を、ノ会ンカイ副知事に登用させる。少将であった1940年12月、ブラファ軍副司令官に任命され、退仏国境紛争を指揮。停戦後の1941年9月26日、国防副大臣に任ぜられる。12月5日、日本軍が接近すると、ピブーン首相、 陸軍司令官のチラウィ・チットソン・クラーム中将、クアン・アパイオンとシソポンの舞台の千葉短番剣の視察に赴く。1942年2月、中将に昇進し、3月7日、第2次、ピブーン内閣運輸大臣兼経済大臣に就任、第10回対内閣閣議に参加。しかしわずか2ヶ月後の5月5日、クアン・アパイオンに運輸大臣の座を譲り、 同年5月10日に編成されたパヤップ軍司令官に着任。ビルマの戦いでは、イギリス領ビルマのシャン州に侵攻し、5月26日にケントン王占領、雲南省国境まで迫るも、雨季のため断念した。占領したシャン州は統一原大領を称した。9月に、商務大臣から、再び運輸大臣に転任し、1944年8月の、 ピブーン内閣総辞職まで務めた。セイニープラーモート政権下の1944年10月10日に成立した戦争犯罪人法適用によりピブーンと共に逮捕されたが、プリーディパノムヨン政権下で1946年4月に戦争犯罪人法を無効とする最高裁判決が下され釈放される。国家貿易会社のタイニオムファニットの 取締役員になるとともに1946年5月に元老院議員になり、1947年11月8日、対空デターにも関与、ピブーンの政界復帰に貢献した。議員は静かなる空デターと、物歴2475年サヤーム、王国憲法復活で、元老院が一時解体される1951年まで所属した。また、 1949年11月11日から国有鉄道長官を2期務めた。1951年陸軍大将。1983年7月19日死去。バーン・ケエンクのプラスリマ・ハタート寺院にて仮葬式が行われた。ラッタ・ナクル家はトンブリー王朝の第二王・オータークシンと同じく長州与に重した歌人で公安監督官となった。 高高氏をルーツとする。その次男貴軍は、ラーマ2世の大臣として建てられ、第5世ラッタナク領承する。最初の妻君にイニビラナ君は、早くに先立たれ、プラパイと再婚。このアラームラッタナ君セーリー・ルンリットも、軍人となり、1944年に、ナラーティワートラーチャナカリンと結婚。その娘に、タットサナーワライ・ソーン・ソンクラーム。ありがとうございます。